はいどうもプロボーラーの川添翔太です。本日も翔太チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日はですねハイスポーツ社最新作の3つのボール、スーパーノヴァとパープルジェム、そしてバイトパニック、この3つのボールを比較していきたいと思います。まずスペックの紹介なんですけど、コアはですねスーパーノヴァはイグニッションコアとなっております。RG が 2.49、デルタ RG が 0.052 となっております。まあ、このイグニッションコアはですね、もともとはゲートのコアとなっております。そしてパープルジェムは新開発のディファイアント LRG コアとなっておりまして、 RG が 2.47、デルタ RG が 0.053 と新シリーズのジェムの大人気のコアとなっております。そしてバイトパニックなんですけど、こちらは大人気の G2 コアとなっております。 RG が 2.47、 デルタ RG が 0.058 とストームの中で一番強いコアとなっております。そしてカバーストックなんですけど、スーパーノヴァはネックスソリッドリアクティブということで、こちらはですねストームの中で一番強いネックスの素材のソリッドとなっております。そしてパープルジェムはマイクロトラックスソリッドリアクティブということで、こちらもですねロートグリップの中でかなり強いカバーストックとなっております。そしてバイトパニックは NRG プロソリッドリアクティブということで、こちらも NRG 素材ですのでストームの中でかなり強いカバーストックとなっております。そして表面仕上げなんですけど、スーパーノヴァそしてパープルジェムは2000番グリッドアブラロンのサンディング仕上げとなっております。そしてバイトパニックは1500番グリッドポリッシュのポリッシュ仕上げということで、バイトパニックだけポリッシュ仕上げとなっております。まあ、ということでですね、今月発売しておりますハイスポーツ社の3つのソリッドのボールとなっておりますので、どのような差となるのか早速比較していきたいと思いますので、最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速いきたいと思います。今日はですねハイスポーツ社最新作のスーパーノヴァとパープルジェム、そしてバイトパニック、この3つのボールを比較していきたいと思います。さあまずはスーパーノヴァからいきたいと思います。わー、いい。スーパーノヴァは前作のノヴァは結構緩やかなイメージだったんですけど、まあ、今回のスーパーノヴァは、まあ、イグニッションコアにネックスソリッド2000番グリッドアブラロンということで、オイルに強くて奥の浮きも強いボールとなっております。いや、オイルに強いんですけど、奥でもねしっかりと曲がってるのが分かりますよね。やっぱネックスソリッドはねバックエンドの受け強いですよね。やっぱオイルの上でもねこう滑ることなくしっかりとキャッチして転がってるのが分かりますよね。その分オイルの多いところを使ってもしっかりとねバックエンドで曲がってきてくれるのが分かりますよね。はい、今度はパープルジェムで同じラインを投球してみたいと思います。同じようにねソリッドで2000番グリッドアブラロン仕上げのボールとなっております。さあどうか。あー、やっぱりパープルジェムの方がやっぱオイルに強いですよね。スーパーノヴァは同じようにかなり強いソリッドサンディング仕上げのボールなんですけど、やっぱりパープルジェムの方がやっぱオイルの上でもかなりキャッチしているのが分かりますよね。いや、パープルジェムの方がやっぱオイルに強いですね。多分ねこのディファイアント LRG コア、このねかなり低慣性のコアがやっぱオイルの上でもねしっかりとキャッチしてくれるんだと思うんですよね。2枚ほど左に出したいと思います。あー、やっぱりそうですね、立つ位置でいうと2枚ぐらいですね差があるかなという印象です。正直投げる前まではスーパーノヴァの方が曲がるんかなと思ったんですけど、投げ比べるとパープルジェムの方がやっぱオイルに強いボールとなっております。いや、これはね投げ比べてみないとやっぱ分からないですよね。さあ今度はですねバイトパニックで最初のスーパーノヴァと同じラインを投球してみたいと思います。
さあどうか。あーやっぱりでもそうですよね、3つともソリッドのボールになるんですけど、バイトパニックだけ表面仕上げが1500万グリッドポリッシュ仕上げなんです。ポリッシュ仕上げ、やっぱその分ね、やっぱり同じライン投げるとやっぱ手前の走りがいい分、やっぱ曲がり幅がね少なく感じましたね。はい、今度はですね1枚だけ右に立ってバイトパニックで投げてみたいと思います。まあ、表面仕上げがねこれだけポリッシュ仕上げなのでやっぱ走れますよね。あーやっぱそうですね、立つ位置でいうとスーパーノバと比べるとやっぱ1枚ほどですね、バイトパニックの方が走るボールに感じますね。ただやっぱ動き方はこの3つのボールの中でダントツでね、やっぱバックエンドの動きが強いボールとなっております。はい、今度はですねあまり曲げず外からですね比較していきたいと思います。さあまずはスーパーノバからいきたいと思います。いいですね、やっぱり投げ比べるとちょうどバイトパニックとパープルジェムの間かなという印象ですね。表面はねカバーストックはストームの中で一番強いネックストリットなんですけど、このネックスはね思ったより手前が走るんですよ。でドライゾーンでの反応がいいカバーストックとなっておりますので、ソリッドなんですけど外からでもね投げやすいボールとなっております。はい、今度はですねパープルジェムで同じように外から投げたいと思います。同じラインでね投げてみたいと思います。あーやっぱそこまで変わらなかったですね。やっぱりオイルの薄いところを使って投げるときは逆に強いカバーストックっていうのは緩やかになりやすいんです。なので今みたいに同じラインから投げてもオイルのあるところからとないところでは動き方っていうのはねボールの差っていうのは変わってくるんですよね。やっぱオイルの薄いところに投げたのでパープルジェムは動きが緩やかになった分ですね、立つ位置がほとんど変わらなかったかなという印象です。はい、今度は同じように外からバイトパニックで投げたいと思います。あーやっぱりそうですね、外からね投げた時は3つともほとんどね曲がり幅が変わらないです。というのもやっぱオイルのね薄いところをスピードを上げて投げているので、逆にバイトパニックは手前が走る分ですね奥の浮きが曲がるので、パープルジェムと同じ曲がり幅となりました。いや今月の3つのボールはねそれぞれ特徴があってやっぱいいですね。さあ今度はですね逆にスピード落としてオイルの多いところから比較していきたいと思います。さあまずはスーパーノバからいきたいと思います。あーいいですね、今日のレインコンディションなんですけどデイリーなんですけど43フィートでかなりね中のオイルの多いコンディションなんですよ。なんですけどやっぱりね表面かなりやっぱね強いカバーストックとなっておりますので、やっぱ中のね油の多いところを使ってもやっぱ転がりいいですし、滑ることなくねしっかりと奥で曲がってきてくれてますね。いやスーパーノバはねオイルに強いですし奥の受けも強いので、やっぱインサイドからね投げるときは非常にねいいボールだと思います。今度は同じラインでパープルジェムで投球してみたいと思います。やっぱりねパープルジェムは転がりいいですし、やっぱオイルに強いんですよ。なんといってやっぱね転がりがいいので、やっぱね油の多いところ投げても安心して、ね、投げることができるんですよね。1個前に投げたスーパーノバと投げ比べてもやっぱパープルジェムの方がオイルの上でね安定してるのが分かると思うんですけど、奥の受けを求めるんであればスーパーノバだとは思うんですけど、オイルの強さ、オイルの上で投げるボールが欲しい方にはね、このパープルジェム非常におすすめなボールとなっております。いやー、やっぱりね、今月のボールは3つともね、こうソリッドのボールとなっておりますので、オイルのね、上から投げるときはね、もうオイル用のボールとしては抜群ですね。今度は同じようにバイトパニックで投げたいと思います。
服の動きがめちゃめちゃ強い。やっぱりね、3つともそれぞれね特徴がありますよね。やっぱパープルジェムはやっぱ手前から曲がって転がって緩やか、スーパーノヴァは手前からキャッチするんですけど奥でもしっかりと曲がってます。バイトパニックはやっぱ手前の走りはねやっぱポリッシャー着なのでそこそこいいんですけど、やっぱりねソリッドでねやっぱ G2 コアですので走ってるように見えるんですけどしっかりと転がってやっぱバックエンドの動きが非常に強いボールとなっております。それではローアングルから比較していきたいと思います。ということでご覧いただきましてありがとうございました。今日はですねハイスポーツ社最新作で10月発表の3つのボール、スーパーノヴァとパープルジェム、そしてバイトパニックを投球させていただいたんですけど、投げた感想としてはですね、曲がる順で言うとパープルジェムが一番曲がって、次にスーパーノヴァ、そして次にですねバイトパニックという動きの順番でした。曲がり幅で言うとスーパーノヴァよりもパープルジェムの方が2枚ほど曲がる動き、今度は逆にですねバイトパニックはスーパーノヴァと比べて1枚ほど走る動きに感じました。ただ曲がり方がですねスーパーノヴァは手前からオイルの上キャッチしながら行くんですけど奥でもしっかりと曲がる動き、パープルジェムは手前からキャッチして転がりが強くて奥では緩やかな動き、今度は逆にですねバイトパニックは手前の走りはいいんですよ、ポリッシュ仕上げなので手前の走りはいいんですけど奥ではしっかりと曲がる動きに感じました。まあ、今回ですね全て3つのボールカバーストックがソリッドということで結構ねオイルの多い時で使うボールにはなるんですけど、やっぱりバイトパニックはポリッシュ仕上げな分ですねやっぱスタートからでも使えるんですけど中盤後半ぐらいまでですね長く使えるボールとなっております。さらにバイトパニックはやっぱ奥の動きがかなり強いボールとなっておりますので、やっぱこのね G2 コアのやっぱこのコアの強さが出ているのかなと思います。でパープルジェムはやっぱかなりねキャッチが強くて奥の動きが緩やかなボールとなっておりますので、やっぱオイルの多い時レーンコンディションが難しい時にはもう抜群なボールとなっております。今度は逆にですね手前からキャッチしてほしいんだけど奥でも曲がってほしいなっていう方はですねスーパーノヴァが非常におすすめなボールとなっておりますので、
今月発売のこの3つのボール、どれも非常におすすめなボールとなっておりますので、ぜひですね投球していただきたいと思います。はい、ということで本日もチョレチャンネルご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひですねチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。